ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回何をするかなんですが、以前シムズの世界で1億円稼ぐという企画をなんとか達成しました。そこで僕思ったんですよ、金持ったら次は住むところだろうと。そこで今回は10億円の大豪邸に住むのを目標にプレイしていこうと思います。早速開始。はい、というわけでキャラクター作りました。今回の主役はこいつです。名前は爽やかグッドマン、働き者、そして爽やかな善人ですよし、こいつで大豪邸住んでいきましょう。というわけで今引っ越してきたんだけど、何にもないさら地なんだよねここは。そして所持金もゼロなので何もできません。ここから大豪邸に住むには一体どうしたらいいんだろうな、どうしようかな。その辺でちょっと魚釣ってみようかな。まずは小銭稼いでみようかな。ちょっと魚釣って売れば今日の食費ぐらいは賄えるんじゃないか。釣れるんかなこの汚い川で。ダメだ、全然釣れてない。やっぱある程度技能がないと釣れないみたいだね。なんか釣れた。何が釣れたんだ。あ、ギリギリ使えるデジタルカメラが釣れたみたいだよし、はい、これで8500円儲かりました。よし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 、これで食費ぐらいはなんとかなるね。でもまだ泊まるところもないからなんとかしないとな。ちょっとさらになんかお金になりそうなもの探しに行こう。ただで手に入ってお金になりそうなものといえばやっぱりここだよな。というわけでちょっと近所のゴミを漁りに来ました。これ漁れるかなゴミ箱があれば漁れると思うんだけど。お、裏にある、あるぞよし、このゴミちょっと漁っていこう。いいもん入ってるかな。今夜泊まるところもないからちょっとボロボロのベッドとかあれば見つけたいんだけどね。これご近所さんかな、ちょっとあんま見られたくないねゴミ箱に頭突っ込んでんの、体どんどん臭くなっちゃうし。食べかす拾いのサイドテーブル、なんかボロボロのサイドテーブル見つけたみたいだけど微妙だな。他にはゴミ箱ないのかな。お、900円入ってた、よしいいぞ。今回の目標はこの所持金ゼロから10億円の大豪邸に住みたいっていうことなんで、あと9億9999万円ぐらいですねちょっと遠いな。ちょっとあんま人に見られたくないから違うとこで漁れないかちょっと探してみるか。ここは結構漁ったしな。もうここ漁れないのかな、スプルースウッドスクエア。ちょっと行ってみるか、行くだけ。ゴミ箱があったら漁っていきたい。無一文だからな、なんせ。あ、ゴミは落ちてる。汚ねえな、コミュニティスペースなのに。ひどい。あ、ゴミ箱あるあるある。ゴミ箱あるぞ。よしよしよし。ちょっとご近所さんたちうるうる。あんま治安が良くない地域なのかな、この辺。あ、このゴミ箱空なんだって。何も入ってないらしい。くそ。しょうがない。またちょっと違うゴミ箱漁りに行こう。だいぶ嫌な生活してんな。無一文からスタート厳しすぎるだろ。まだ空っぽみたいだな。そう、やっぱなかなか漁れるゴミなんてないのか。さっきのとこ戻ろう。ちょっとご近所さんの目は痛いけど、もっと漁ろう、ここ。いいもんねえかな。まあ、ちなみにゴミを漁らないで、働いて稼ぐって手もあると思うんだけど、住所不定無職なんで、多分雇ってもらえないんだよな。空き地が家だからな。コンパクトシングルベッド。状態はあまり良くない。あ、ボロボロのベッド見つけたぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これでなんとか寝る場所を確保できそうだ。お、観葉植物も見つけた。よし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 。もう夕方になっちゃうから一回帰るか。とりあえず最低限のもの見つけたぞ。夢の大豪邸へ向け一歩前進だな。はい、というわけで帰ってきました。なんとか手に入れたベッドを暗くなる前に。うわ、ボロボロじゃねえか。ひどいな、これ。最悪。またサイドテーブルもあるぞ、でも。観葉植物もあるぞ。でかいの。で、あとは屋根が欲しいんだけど、あ、屋根。無理か。ちょっと。壁じゃなくて柱にしてみよう。柱を立てれば天井が立つかも。最悪壁いらないよな。今、所持金9400円稼いだんだよね。カメラ釣れたのはめちゃくちゃでかかった。柱が1本2500円だな柱3本でも屋根って張れるのか、無理かもしれねえいやー、ダメだ、天井がない、野ざらしだ今日は野ざらしか。じゃあまだ暗くなるまで時間あるから、もうちょっと魚釣ろう。もう一個ぐらいデジカメ釣れないかな。デジカメめちゃくちゃうまかったな。あ、なんかご近所さんが釣りに来た。ここカメラ釣れますよ。ここおすすめですよ。なんか高級魚が釣れないかな。なんか釣れたか。あ、
アップグレード用の電子部品。あ、こ、さっき拾った電子部品、1万2000円で売れる。これ、いいぞ。よしよしよし。なんか、糊みたいの釣れたな。あ、捨てるの？それゴミなのか。なんも釣れねえんだけど。ちょっと待ってよ。でも、今売った電子部品で屋根張れる可能性があるぞ。これで屋根張れるんじゃないか。どうだ？あれ？あ、無理かも。ちょっと待ってよ。柱だけじゃ無理なのか。なんとか屋根が欲しいんだけど。天蓋、これ150ドルだな。柱を1回売って、あー、屋根、屋根できた。よしよしよし、屋根変えました。でもちょっとスカスカかもしれね。ちょっと隙間があるかも。屋根嬉しいけどちょっと違うんだよな。まあでもまあ、なんかないよりはいい、ないよりはだいぶいい。一旦これで生活しよう。でもうちょっと釣りして、頼む、なんか高級魚来い。あ、魚釣れたぞ。よし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 。ヒメハヤ600円じゃんこれ。いいよ。あー、やばい、だいぶ臭くなってる。そして体が、どうしようかな。泳げないのここで。無理か、無理だよな。なんかあるぞ、岩が。引っ越してきた敷地なんか埋まってるかも。化石じゃないのこれ。これ化石っぽいけど。なんかあった。サバイバルだな、マジで。ここから始まる生活は。あ、化石を取り出す。お、化石出てきた。あ、7000円だって。よし、来た。よし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 。オッケー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 。ちょっとそろそろ寝たいな。あ、あー、なんてことだ。このベッドボロボロすぎて寝れない。買い替える金もないんだけど。やばい、ダメだ、暮らせねえここ。いや、まあ分かってはいた、暮らせる状況にない。もう夜7時になっちゃう。ちょっと今のうち出かけよう。こういう時にいいところがあるのよ。あー、もう暗くなっちゃったな。というわけで近所のジムにやってきました。トイレちょっとお借りしよう。入れるかな。あ、入ってる入ってる、いいぞ。あ、ここだ、トイレあった。あー、よかった、間に合った。よかったよかった。シャワーも浴びて、ふー、あー、めちゃくちゃ綺麗になっていく。よし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 。で、あとはお腹も空いたんだけどな。食べ物ないかな。軽食だったら取れるとこありそうだけど、2階にあるんじゃない。あー、軽食取れそうな雰囲気はある。コーヒーは飲める。ちょっとコーヒー飲んでお腹紛らすか。800円だけど、もうちょっと餓死しそうなんで。そこ座るんだ。あー、あ、あ、いいねいいね。あ、疲れも取れるじゃん、コーヒー。悪くない悪くない。よし、帰るか。そう、ご近所さんのベーアキャンディーもいるな。ちょっとあんま見られたくないから帰ろう。コーヒーでお腹満たしてるとこ見られたくないから帰ろう。もう夜11時前になっちゃった。寝ない。あ、そうだ、寝れないんじゃん。ちょっと待って、寝れねえんだけど。腹筋してる場合じゃないよ。参ったな、どうしよう。図書館行こう。図書館、図書館、図書館の椅子で寝よう。寝れないかな、図書館の椅子で。はい、というわけで図書館にやってまいりました。あ、ある。あー、よかった、ありました、ソファー。よかったよかった。本なんて1ミリも興味ないやつ。今夜ここで寝よう。めちゃくちゃ目立つんだけど、恥ずかしい、ちょっと。帰ってくんないかな、もう夜中だし。おい、イチャついてんじゃねえよ、ふざけんなよ。ちょっと追い出そう、追い出そう。ジャストゴーアウェイ、どっか行け、どっか行け。追い払おう、追い払おう。お、追い払ったぞ。よし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 。まだイチャついてるやつらいるよ。ちょっと追い払おう。感電するおもちゃで嫌がらせをしています。お、嫌がって出ていった。ちょっとうっすら嫌いになった。よし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 。作戦成功。いや、これでぐっすり寝れるわ。もう夜1時だからな。寝たかったんだよな。もう全然グッドマンじゃないね、今んとこ。爽やかでもねえし、グッドマンでもない。いいやつじゃないよ、今んとこ。なんならちょっとくせえし、ゴミあさりして。あ、また人来ちゃったんだけど。待てよ、仲良くなって家泊めてもらうっていうのも手だな。図書館だったら結構お金持ちとか来るかもな。金持ってそうな人いないかな。この人も金持ってそうじゃない。色付きのサングラスは金持ち。なんでイチャつくんだよ、どいつもこいつも。もう気にせず寝るしかねえ。こっちも嫌だけど向こうも嫌だろうよ。ちょっと待って、この人の家に行ってみよう。なんか金持ってそうだし。こんにちは、爽やかグッドマンというものです。ちょっとあなたの家連れてってくれません？もう友達だよな。お、レンさん友達になってる。いいぞ。どこ住んでんだろう。
あ、ここだ。あ、家ちっちゃいな。もっとお金持ちだと思ってた。まあ、いっか、しょうがねえ。おー、でも来てみたら結構豪邸かも。おー、いいじゃねえか。家入ってもいいですか？お邪魔します。あー、結構いい家だよ、これ。いいとこ来たな。すごい、すごいお金持ちなのかもしれん、こりゃ。あれ？なんかここに、はしごがある。なんか隠しはしごみたいのあるんだけど、隠し地下室みたいな。あ、すごい、隠し扉だ。え、なんで隠し扉なんてあんの？下何があんのこれ。はしご降りた。なんか下はボロボロだね。何これ？何この地下室？え、怖っ。え、待って待って待って、ちょっと待って、やばいぞこれ。待って待って、包丁とかあるんだけど。絶対人埋まってるやつじゃんこれ。やばい、この地下室。でも、ちょっと待って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 。この冷蔵庫食べ物入ってるよな。よし、シリアル食おう。この家のシリアル食おう。お腹空いてんのよ。あ、すいませんね。よしよしよし。向こうも最後だけど、こいつも最後だぞ。負けちゃいねえぞ。よし、じゃあ帰ろうかな。トイレも借りたし、お腹もいっぱいなったし。いや、やべえやつだった。あんまりお近づきにはなりたくないね、ここの人とは。お邪魔しました。帰ります。はい、というわけで帰ってきました。どうしようかな。とりあえずご飯は食べたけど、全然お金はたまらないね。ちなみに、ここに豪邸作る気はないんだよね。敷地が狭いから、めちゃくちゃ広いところに住みたい。ちょっと見に行くだけ見に行ってみるか、下見に。はい、というわけでやってきました。あ、もうやばい。すごいぞこの家。うわ、めっちゃ広い。2階にプールあるし、すごいな。こんなとこ、あ、プール2個あるし、やばいやばい。ここに住みたいな。全然お金足りないけど、ここなんかベンチあるっぽい。ちょ、人ん家の敷地入っちゃった。人ん家のベンチで寝れる。ここでもいいね。明るいうちだったらここで全然寝れる。あ、もう疲れてんだな。図書館全然寝れんかったもんな。しばらくここで寝かしてもらうか。にしてもいい景色だよな。なんか自撮りぐらいしとくか。せっかく来たし。あれ、そっち向きじゃない。違う違う、そっち向きじゃないよ。あ、帰れる帰れる。こっちこっち。あー、すごい、めっちゃいい景色。顔が邪魔なんだよ。お前、自撮りにしても顔でかすぎだろ。景色ぼやけちゃってるから。まあいいか、しょうがね。なんか子供がいる。セレブの子かもな。仲良くなっておこうかな、一応。サインをお願いするとかある。え、この子もセレブなの？あ、この子有名子役だ、きっと。こんにちは、サインお願いしてもいいですか？くそー、こんなガキに落書きみたいなサインしやがって。売れるかな。サイン売れるかな。あ、1000円で売れる。よし。よし、帰ろ。いやー、臨時収入になったな。いい子だった。この人も多分芸能人。サイン欲しい。サインしこたまもらおう。サイン、ベイリー・ソンさん。本物のセレブじゃん。サインもらえませんか？ファンなんです、ファンなんです。いやー、ちょっと今プライベートなんでサインはやってないんだよね。またね。そこをなんとかお願いします。大ファンなんです。今日ファンになりました。いやいや、今プライベートなんで疲れてるし。おー、1枚くれた、ありがとうございます。粘ってみるもんだ。後ろいくらだ。あ、この人のサイン5000円で売れる。うわー、じゃ、待って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 ください。もう1枚ください、もう1枚ください。今日あなたのファンになったんです。もう5枚ぐらいください。ファンの、来た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 、もう1枚来た。もう2、3枚くれませんか。来た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 。よし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 、もう1枚でいい、最後の1枚で来た。ありがとうございます。最後の1枚いただけませんか。いや、今プライベートなんで。あ、ちょっともう用あるわ。もうダメか。十分十分十分、家帰ろう。よしよしよし。なんかウォードジュディスさんから電話来た。何？私はお金持ちです。とてもお金持ちです。あなたに目を引かれ、ぜひ直接お会いしたいと思っていました。ズーズーしいお願いかもしれません。でもあなたにプレゼントがあるんです。いかがですか？え、何？どういうこと？え、会ってみる、会ってみるか。 OK。 ひょっとしたら世界のスーパースターが俺に一目惚れしたかも。今日はでももう暗いからもう寝たいな。あー、そうだ、寝れないんだった。とりあえず天蓋の中に入って、で、さっきもらったサインを売る。よし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 。で、天蓋売って。よし、屋根、屋根来たぞ、屋根。オッケーオッケーオッケー。
あ、 あとベッドこれじゃ寝れないんだよな。新しいベッドがいる。はい、オッケー、これで寝れる。ようやく風は防げねえが、これが大豪邸の第一歩だ。まあ、前回の1億円シリーズの時も最初はお金なかったからな。なんとかここからお金稼いでいこう。イスタエルモサのモーテルベソラピド、モーテルベソラピドっていうのがどっかにあるはずなんだけど、これかな。お金持ちの変人と会う。ちょっと待って、ワンナイトに誘われたんじゃねえかこれ。ふざけんなよ。これだから金持ち嫌なんだよ。違うんだよ、俺は金が欲しいんだよ。お金好きがいる。お前何しに来たんだよここに。ちょっと友達になっとくか。何を隠そう、前回1億円稼ぐシリーズの主人公がこのすごくお金好きです。あ、芸能人注目の新人ってことになって、あ、そっかそっか、小説が売れてちょっと有名になったんだよな。仲良くなっとこう、仲良く。あ、もう帰っちゃう。帰っちゃった。あ、夫婦できてんのかこいつら。くそー、イチャつきやがって。もう幸せをつかんじまったんだな、お金好きは。ここは金持ちが来るところだった。帰ろう、騙されていた。帰るしかない。まあでもちょっとこのままじゃ埒が開かないな。はい、というわけで今回この辺にしとこうかなと思います。あ、ちょっと待って、なんか庭にまた鉱石がある。これまた化石が掘れるかも。ちょいちょい化石あるぞ、ここトパーズを見つけた。うわー、1800円か。あ、宝石店に送って磨いてもらう、2500円。これ絶対値上がりするはず、磨いてもらったら。待て待て、2700円しか持ってないの、残り200円になっちゃったよ。はい、というわけでとりあえず所持金200円になったけど、屋根はできたし、この辺にしとこうかな。皆さんご視聴ありがとうございました。ここからね、まだ何も持っていないグッドマンですが、10億円の豪邸目指して頑張っていこうと思います。続きを見たいと思ってくださった方はね、高評価チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。